こんにちは、岩田ボルトの清水です。本日は前回の動画の引き続きボルトの製造工程の紹介をしていきます。前回は圧造工程を紹介させていただきました。今回その続きとなります転造工程、ローリングといわれる工程の方を紹介していきます。では現場の方に行きましょう。こんにちは、岩田ボルト大工場の徳永です。今回はネジ部を加工する転造工程をご紹介させていただきます。転造は冷感加工の一種で、圧造で作られたリベット状のブランクを2つのダイスで挟み込み転がしながら加工する工程です。この転造の中にもいくつか種類がありますが、岩田ボルトでは現在2つの板状のダイスで加工する平ダイス式転造にて製造しております。まず機械を見る前にこちらの CG をご覧ください。2つのダイスにブランクを挟み込み、一方のダイスがスライドし転がしながら加工します。続きまして実際の転造ダイスをご覧ください。ダイスは製品のネジ形状を平面に展開した形状になっており、製造するネジの形状サイズによってこのダイスの形状も変わってきます。それでは実際の機械をご覧ください。ネジのサイズ長さによって使用される機械は異なりますが、ここでは主に3ミリから4ミリ径のネジを転造する機械にて説明させていただきます。自動で連続生産するため、挿入、整列、加工、排出が一連の流れになっております。まずは圧造で加工されたリベット状のブランクを挿入機でパーツフィーダーへ投入します。パーツフィーダーが製品を整列して転造機本体へとブランクを運び、転造機本体で加工した後に受け箱に排出されます。では通常毎分200から400本のネジを生産することが可能で、この加工方法によって品質の良い安価なネジの大量生産が可能になっております。その他岩田ボルト大工場では予備径2ミリから8ミリのネジを製造することが可能です。またワッシャーを組み込んだネジを製造することも可能で、ネジを使用する際の一手間を省いてくれます。転造する前にネジ外径よりも小さい内径のワッシャーを入れることで、ワッシャーが取り外しできないネジを製造することができます。以上、転造工程の紹介でした。前回の圧造工程、今回の転造工程、この2つの工程で完成する部品もございます。その後規格によっては熱処理工程を加えるものもございます。次回はこの熱処理工程の説明をいたします。ご視聴の方よろしくお願いいたします。